本当にみんなありがとう。私の誕生日のためにこんなに素敵なケーキを用意してくれるなんてね。お誕生日おめでとう、ママサレ。いつも私たちのために一生懸命お仕事を頑張ってくれてるから。頑張って手作りしたんだよ。出来上がる頃にはいろんな意味でスズメはボロボロになってたけど。あやねちゃん、それは内緒に。お料理中も結構ドジしちゃって、お嬢様の大切な日の準備なのにすみません。何言ってるのよ。そこまでして用意してくれたってことでしょ。あんたも来てくれてありがとう。ずっとみんなと仲良くしてあげてね。これで出来上がりね。みんなもすごく上手に描けてるし、よく頑張ったわね。えへへ、楽勝だよ。もう何回か描いてるし、救護院でもくるみたちと練習してるからね。うん、あやねちゃん、すっごく上手になったと思うよ。私も頑張らなきゃ。二人とも本当に上達する速度がすごいですね。私も負けていられません。次はもっと素敵な絵に仕上げてみせますよ。こんな風にサプライズでお祝いしてもらうのは、なんていうか少し照れちゃうわね。でもそれ以上に嬉しい。あんたの気持ちがとってもとってもね。たまには私だって素直になるわよ。それが準備してくれたあんたへの礼儀だし、感謝の気持ちだもの。何よ、人の顔をジロジロ見て。あ、顔が赤い。ちょっと人をからかわないでよね。でも伝えられてよかった。だってあんたがそんな風に笑ってくれたんだもの。時間通りだと思ったけど待たせちゃったみたいね。あんたが待ち合わせで私より早く来るなんて初めてじゃない？紳士としていい心がけよ。それで私に何か用なの？あ、これって誕生日プレゼント？あんた私の誕生日覚えててくれたんだ。ありがとう、とっても嬉しいわ。スズメや救護員の子供たちだけじゃなくて、あんたにも誕生日を祝ってもらえるなんて、今の私結構幸せ者ね。え、お祝いにみんなでお茶会の準備をしてるの？ふーん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。いいデザインじゃない、エレガントね。これ私の誕生日プレゼントなの？
もう照れくさいけど嬉しいわ。ありがとう。あのなんでこのカップペアになってるの？もしかして片方はあんたが。二つ入っててお得だった？紛らわしいわね。お祝いにみんなでお茶会の準備をしてるの？ふん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。美味しそうね。で、どうして今焼きそばパンなわけ？私の誕生日だから。誕生日プレゼントが焼きそばパンって。あんたらしいわ。これあんたの手作りなの？私のために作ってくれたんだね。え、今食べてもいいかしら？おいしいわ。一生忘れられない味になりそう。ありがとね。お祝いにみんなでお茶会の準備をしてるの？ふん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。